ピーちゃん頑張るから。こら！バンピーちゃんの頭。いや、おいバンピー。見てバイトはね。弟？バンピーちゃんの方が。ああもう。もう。はい。正気かバン。それがどう？僕たちは誇り高きバンパイアだ。それに今。知らないもん。バンピー。もう行こう。待て。ベスちゃんのところだよ。そうか。監視。僕らバンパイアにとって、そんな君たちに、街にでも、君たちも、敵意を持って、そら、本当は、バンピーに免じて、だけど、野放し、もう、やれやれ。ね？いや、絶対。ああ。なんだと？さっきも言ったけど、この島のま、僕は。てめえ。じゃあね。くそ！片付いたよ。先を。おきてを守り。だから。おきてで決まって、これは。お、うん、おら！みんな！へぇ。もう、許さ、なあ。だが今は、バンピー。だから、おきて通り、君たち。ああ、もう、くぅ！ほんとだよね！やれやれ。やっぱりこいつ、ここだ。おい、バン！でーす！ギャオーそこの子が、こりゃ確か。そうか。でも、な、でーすーちゃん。はい。ギャオあれだけ多くの果物や野菜をい、やれやれ。キュー。よかった。どう？キュー。まだ元気。なんでこの、なあ、もしかしてこ、そんなはずはねえだろ。キュー。ほら、腹が減った。ふえー。すご。同じ爬虫類同士。だあ。まあまあ、それは置いといてよ。そっか。待て、バンピー。止める気？こいつはもう放っておけよ。民たちは異端のこいつに構うバンピーを見て、そんなの知らないよ。本気で言って、どなったって怖っ。バイトさん、島がさあな、今日は一段とさ、なぜ私がここに来た訳を聞く前に、もあ、何、貴様なんて、構わん、はっ、なるほど、間違いないな。うん、なるほど、人間どもよ。あ、そう警戒するな。私の名はフェルドラク。つまり厳密に言えば違う。バンピーちゃんとバイトの面倒を見ているだけ。話を戻さ、人間どもよ。いた、フェルドラク様、ま、この国を、バンパイ、そうだな。なんだ？気にする必要はない。ベスの様子を見に来たの。放っておけばよ。確かに。今更放逐するというのも。ですが、大き、うん。そうだ！バンピーちゃん。もっともっとフルーツ、バイトが邪魔してくる。それはバンピー、そもそも人間をし、見苦しい。ふーんだ。なぜ？ああ。それで私たち、
ほう、そうか。ふん、そうだな。ただし。ふん、わ、物わか、そうだね。フェルドラク様、な、うん。バンピー、島を出るときは。はーい。へー。ふん、フェルドラク、他の眷属のみんなとか、バイトとか、フェルドラクだけは、キューへー。人、さて、そのバンピーちゃんたちが、うゆうゆ。バイト。はい、把握はしておく。それならば率直に言おう。異端であるエリザベスをかくまい、起きて。なるほど。そうだ。ですが、人間。そこで貴様の出番だ。あの人間どもがバンピーに害。わかりました。それとバイト。何でしょうか。外の世界は、お気遣い、感謝いたします。ですので。そうか。フェルドラク様、貴様には関係の。また我ら。またか。全くです。バンピー様は。ああ。いた、それまで面倒を見。なぜそのような許可を。こんなことなら、バイト様、思えば、あの異端の竜が帰り。憶測で語るな。愚か者め。バンピーへの物言い。申し訳ご、ああ、ダメに決まってるでしょ。そりゃちげえねえな。あー、なんであんた。僕はフェルドラク様の。ブー、フェルドラクのやつ、せっかくなら一緒に手伝ってやれ。なあなあ、ちょっと気になったんだ。ん、バンピーが軽すぎる。でも、いたとえ父だろうと、け、起きて起きて起きて。君は掟を破り、立場、バンピーは、じゃあ、フェルドラクの。フェルドラク様は、まだ幼いバンピーに代わり、統治をしてくださっているんだ。なるほど。てか、なんで王女だって教えてくれ。言いたくなかった。だって、バンピーちゃん、あんな国のひ。バンピー！いやー、怖いよー。うわー、わかった。なあ、バイト。なんだ。お前、メドベキアで、君たち人間に押し、そりゃそうだ。おーい、みんな、ほら、バンプ。優しいし、ねえねえ、あんた、けん、ねえ、お願いしたら、それでね、私たちヴァンパイアはね、カプッとした人たちをね、眷属になったらね、へぇ、って、そんな、ほらほら、怖くないよ、ふん、ふん、ふん、命、で、命乞いしてるじゃね、ふぅー、もう、邪魔しない、みんなまとめて、ヴァン、へぇー、何を騒いでいる。何？バイトも。誰が混ざるか。そ、え？お、外界の日差しの強さに慣れなくてな。お日様の光が。日の光だけじゃない。でも、バンピーは、無か、なんか今。やめろ、今て、こいつら。え？ちょっと待てよ。じゃあ、あの、見張り台？城には塔はあるが。でも、オイラたち確かに、あの、バイトさん。なぜだ。私、今の話を聞き、要領を得な、お城の強、え、なんだと？すみません。光が消え、聖少女、おとぎ話や伝説、もし、聖少女がメドベキアにいて、それに聖少女絡みだったら、なるほどね。まるで眉唾だが、今、メドベキアでは、そいつは、誰もはっきりと姿は見ていないが、
誰かがコウモリの眷属を刺激、お前たちが知っているかどうかはわからないが、自然と容疑はヴァンパイアに絞られる。そんな掟や吸収の中でそんな事件が多発している。君たちの話、それならばあの島ねえ、バンピ知らない。あ、おい、待って、早く行くぞ。大丈夫？はい。待ってください。何？確かに。何？バンピーちゃん頑張るから